はい、皆さんこんにちは。講師の森田隆二です。それではですね。た只今より不動産鑑定試験2022分野別過去問解析プラスアルファ答案経済学第1回目の講義を開始いたします。どうぞよろしくお願いいたします。 はい、えー、本日ですね第1回目になりますけれども、えー、プラスアルファトーレンというね、えー、講座になりますけれども全6回でありましてですね、えー、この講座のね、えー、簡単に、まあ、紹介をさせていただきますとですね、うん、まず初めにですね私がちょろっと出てきてですね、まあ、60分間ぐらいですね、まあ、ちょっと時間はですね前後してしまうんですけれども、えー、解説ですね、えー、あるテーマに関してですね、えー、過去問を使ってですね解説していただく解説させていただくとおそしてですね それを踏まえてですね、皆さんにまあちょっと休憩取っていただいて、えー、60分間でですね、うんまあ答練ですね、答案練習ですねしていただくということですね。で、まあ似たような問題、えー、まあ前半でですねお話しさせていただいた似たような問題をですね、まあかなり難通った問題をですねつ、えー、けさせていただきましてですね、えー、皆さんに時間を測ってですね解いていただくということになりますね。で、その際にですね、まあきっちりと時間を測ってほしいですね。そしてまあ図書館とかな なななるべくまあご自宅じゃいいい方がどちらかかととえばいいかなと、まあ、家にいるとですね、うん、まあ何かあの邪魔が入るじゃないですか、えー、なんかピンポンってなったりだとかねいろいろあるかと思いますんで、まあ、従いましてですね、えー、なるべく本試験に近いような状況でですね、えー、練習こそ本番のつもりでそして本番こそ練習のつもりでできるようにですね普段からまあ勉強していく、えー、学習していくそういったことが必要だと思いますんでねでこの全6回のプラスアルファ討論もですね、まあ、その際 のですね、まああの素材とねしていただくとよろしいかと思っております。そのところでしょうかね。えー、ではですね。 えっとあそれでね使う教材なんですけどもあのプラスアルファトレのなんか皆さんのお手元に届いてるかと思いますけども、まあ、私の方であの「版書ノート」っていう形になるんですかねちょっとまだあの出来上がってないんですけどもあのこちらのね私が手書きのものがありますので、えー、手書きのものを、うん、まあなんかこうお冊子にしたものがですね皆さんのお手元にもあるかと思いますけども、えー、授業の時はそれを見ていただいてそしてあのやっぱりね一回は書いた方がいいかなと思う最低ね、えー、本当はね書いて 書いて欲しいてしんです、私としてはね。私としては書いてほしいんですけども時間がたった50分しかないと、えー、初め50分ですかそして休憩取って演習ということでもうほんと50分とそれから最後のところでねまたちょろっと出てきて20分間しか解説講義解説する時間がありませんので、まあ、時間があないということでありますので皆さんのところに私の、あのーまあ、決して綺麗とは言えない字なんですけども書き込んだものがありますので、まあ、それを授業中は見ていただいてで授業が終わったらですね、まあ、自分の手を動かして書んで 考えて考えながらですね書くということをですね是非していただきたいかなと思いますねやっぱりあのグラフと数式というのが経済学においてはとてもとても大切ですから、まあ、そこのね、えー、まあ習熟理解が深くないとですね本試験では対応できませんので、えー、是非ともですね、えーまあ、見るだけではなくてですね手を動かしていただければと思いますね。<laughs> では早速なんですけども今日はね結構ね盛りだくさんということでまあ次回2回目はね少しちょっとゆとりがあるかなということでありましてねまあ本日申し訳ないですけどひょっとしたら延長させていただいてまあ次回はその分ねあのちょっとボリュームそんなに多くないので次回ちょっと早く終われるかなというふうに思いますけども。 ではあのあの皆さんねまずねあの講義の前にあの問題を読んでいただければと思いますね問題をね、えー、今回で言うと問題1のですね、えー、これは玉田先生がおそらく作られたということでありますけども、えー、っと今年のね今年って言ってもひょっとしたら皆さん違う年に見てるかもしれませんけど令和3年ですね、まあ、2021年に行われた試験なんですけどもついこの間なんですね私としてはね今8月の後半にですね収録させて頂いてます。 てんですけどついこの間試験が終わり本試験が終わりましてですねその出来たてほやほやのですね、えー、問題を使って解説するということでありましてですねまず皆さんねちょっと一時停止していただきましてですねまあ、できればね解いていただくということでありますねただねあの問題1の方を解いてもですねちょっと申し訳ないですけど採点はさせていただくことはできないということであの問題2の方で、ね、問題2の方で皆さんにあの時間つ あの測ってえ解いていただいてそれを提出して採点するということでたまにねいらっしゃるんですよ問題1の方解いちゃってですね、えー、申し訳ないですけど採点はちょっとあの問題1の方ではしないということになっておりますんで問題2をですね、えー、書いて採点させていただきますので提出していただければと思いますねでは読んでるという前提でですねお話しさせていただきますけども一番い、えー、まず問題1ですね えー、次の括弧1および括弧2の各説明に答えなさいということでありましてあの2つですねこのですね玉田先生が出題した問題にはですねテーマがありましてですね、えー、まず括弧1の方は1行目に書いてありますように伏線市場ですねある町にはパン屋 A とパン屋 B の2つのパン屋がある括弧伏線市場ということでありまして伏線市場のお話ということですねで伏線市場のお話なんですけど、まあ、内容といたしましてはゲーム理論になりますよね。ゲーム理論が問われているということ とことでありますね。であのなぜ伏線市場でゲーム理論が問われるのかというと、そもそも皆さんねゲームっていうのは何かっていうと相互依存の状況のことを言うんですね。ゲームというのは相互依存の状況なんですよ。で伏線市場っていうのはまさに相互依存の状況じゃないですか。ここで言うとパン屋 A、パン屋 B ですよ。ね A パン屋 A というね、えー、まあそういったお店があると。 でパンや B とというお店があると、ね、パンや A が仮に値下げしてきたらどうですかパンや B にですね影響出てくるんじゃないですかパンや B がですね新しい商品開発したらどうですかやっぱりパンや A にですね影響が出てくるじゃないですかそのこのようにですねパンや A とパンや B っていうのはね影響を及ぼし合ってる関係にあるわけなんですよね。ですからまさに状況といたしましてはゲームという状況になってるということなんですよ。しいいいまててででですすすねねねこの伏線市場においてはです、ね、ゲーーム理論というです、ね、ツール枠組みを使って でですね、説明するのが経済学ではもう一般的になってるんですね。で玉田先生という方はですねあの慶応大学の、ね、先生なんですけれども。 あの産業組織論、それから契約理論、その辺がご専門なんですね。で、まあ復戦市場っていうのはまさに産業組織論がですね対象としているマーケットの一つなんですよ。ですから玉田先生は伏線市場危ないなということでありまして、私はですね2021のね適中討論というのがあるんですけど、前3回あって、まあそこで的中させようっていうね、えー、まあ趣旨の講座なんですけども、的中討論の前3回のうち前2回あ前3回のうち2回を伏線市場の話に当てまして。 それぐらいですねまあ田中田先生危ないかなというふうに思ってましたね伏線市場はね。で、まあ、今回伏線市場のバリバリのゴリゴリの計算問題ではなくてまあ蓋を開けてみれば伏線市場というふうに書いてあるけどゲーム理論だったわけなんですけど私の的中闘練の第1回目でゲーム理論を出していますよ。ですから、まあ、何が言いたいのかちょっと当ててるっていうのをちょっと自画自賛させていただきましたけどもあの他の人はねちょっと言ってくれないんでねあいつが当て,てるっていうのは言ってくれないんで、まあ、自分で自己 PR するしか当ててることをね示せませんのであの。 呃。Uh あのご紹介させていただきましたけれども、まあ、要はその私としては玉田先生はあ産業組織論がご専門ですからね危ないなというふうに思っていて的中討論を使ってですねゲーム理論、えー、伏線市場の話をさせていただいてまさに的中したということですねで括弧2番は何かなっていうと不確実性の問題ですねで不確実性というのは先ほどの玉田先生のやっぱり専門とかぶるんですよ、えー。契約理論というね、えー、あのそういった、ま、あの領域がありましてねあの 今ミクロ経済学というのは価格理論、まあ、従来の価格理論ですね価格理論というのはまあ価格のメカニズムです、ねまあ、を研究するということで、まあ、いわゆるミクロ経済学になるわけなんですけど今やもう経済学というのはどん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 発展しておりましてですね契約理論という、ね、そういいった新し領のはじゃあ何かなというと情報だとかあの非対称情報だとか不確実性だとかをベースにですねあの議論を展開していくという、ね、そういった理論 領域になるわけなんですけども。 えー、そういった領域がご専門の方ですだからまあ情報の経済学っていう風に言ってもいいと思うんですけども、まあ、契約理論っていう言い方が最近では一般的になってきてるんですがあーだから契約理論がご専門の方ですからね、まあ、従いまして不確実性だとか非対称情報だとかその辺危ないなっていうことで私の2021の公開模擬試験の第1回目情報の非対称性そして第2回目で不確実性を出しましたで不確実性的中してるじゃないですか。ね、で今回あの不確実性の、ね、しかも、ねお前当て 出たってそんな話ばっかり言ってんじゃねえって怒られちゃいそうなんですけども例えば括弧1の2番ね公用関数ですね u=√W って出てますけどこれはあの私のですねあの総ざらいで2020でやったのと同じですよ形がね公用関数まで同じ問題が出たということでね、えー、ですからまあ結構その、まあ、レックの教材をね信じてやっていただければ結構合格点取れたんじゃないかなということですね。だかからあの終わったた後ににねね受講生の方でです、ね、できましたかということ えーまあ、そういった質問させていただいて回答どれだけ来たか分かりませんけど来た回答の中でね、えー、とほぼ完答しましたとほぼ完璧に書きましたっていう方は2割5分ぐらいいらっしゃいましてですねそしてまあ8割ぐらいできましたっていう方はやっぱり2割5分ぐらいいらっしゃいましてだから半分の方はね、えー、レックの受講生でまあ回答していただいた半分の方はまあ8割以上できたということでありましたんでだからまあ,あの私も貢献できい なのかなというふうにねちょっとう、えー、嬉しい気持ちでこの1週間ね、えー、過ごさせていただきましたけどね、まあ、ですから、まあ、やっぱりねあの当たんない年もありますけどやっぱり当て,当てないとねやっぱ不動産鑑定試験の受験生はね あのやっぱり働いてる人ばっかりですから働いてる中でですね試験員の研究とかね試験員の領域とか何勉強してるのかなとかそんなところまで探ってですねそれで自分で予想するのは無理じゃないですか正直言って時間的にねですからまあ我々がそういったところをまあ仕事としてやってますんで、まあ、それを信じてねあの、えー、勉強された方は、まあ、今年経済学に関してはね合格答は取れたのかなと思いますけどね、まあ、ただ民法もそれからねあの会計もね あそれから鑑定リリも相当当たってるようなんで、こ、まあ、今年は特にまあレッグスには有利だったのかなというふうに思いますけどね。では、まあえっとね、中身の方に行きましょうかね。 ええ、括弧の一番なんですけども、皆さんちょっと読んでくださいね。ある町にはパン屋 A. とパン屋 B. の二つのパン屋があるし、か伏線資料ですね。各パン屋がつけることができるパン、ええ、価格はパン一個あたり四十か四十のどちらかであり。価格が三十の時には、ああ、町全体で千個のパンが需要され、価格が四十の時は。町全体で八百個のパンが需要されると。また、パンは生産販売するために必要な費用は各パン屋ともに。パン一個あたり十、十であるということでありましたね。ですから、まあ、伏線市場ということなんです。 けど、価格がですね。30か40かのどっちかですよと。とえ価格を設定しますよと。とで、その際に30か40かのどっちかですよと1つあたりね。で1個作るのにですね。コストが10かかるということで、平均費用が10ってことね。1個作るのに10。 10のです、ね、コストがかかるということは平均費用が10ということでありまして、まあ、この辺の情報を読み取るということになりますね。いいですか30か40の価格どっちかつけますよとで、えー、30の価格をつけた場合は町全体で1000個の需要が出てくるとで40の価格をつけた時は30よりも値段上がってますからね需要が減って町全体で800個の需要が出てくるとでその際に1個作るのにどちらのパン屋さんも、えー、コスト1個当たりのコストが10円、まあ、つまり平均 費用が10円と多いことになりますね。いいですか。1個あたりのコストっていうのはね、平均費用ですよ。1個あたりのコストというのは平均費用。じゃあ1個あたりの収入って何ですか。1個あたりの収入というのは価格ですよ。その辺もしっかりとあの整理しておいていただければと思いますね。でこれを踏まえましてね、行きますけども。 えー、丸一番ですね2、えー、つのパン屋が同時にですね30か40の価格を設定するような同時手番ゲームを考えると同時ゲームですねあのゲームのタイプにはですね同時ゲームとそれから交互ゲームっていうのがありましたよね同時ゲームと交互ゲーム、ね、ええー、同時ゲームっていうのはじゃんけんみたいなもんですよじゃんけんポンっていうねやるゲームですよねじゃんけんポンあるいはね将棋もあごめんなさいえー、っとそうですねまあ同時ゲームはそうですねえじゃんけんが一番具体例として分かりやすいですかね で交互ゲームは将棋ですね将棋あるいはオセロでもいいんですけど先手があって後手があってえこういう交互にね、えーまあ、手を打っていくと。 ここううういいいいったたゲゲゲーーームムムをでですすすねねとととううに言いままけれども、まあ、今回は同時ゲームが問わしよだからまあ基本的な問題あのレックの「の総ざらい」という講座ではですねあの同時ゲームがあー同時ゲームももちろんさせていただいておりますけど交互ゲームもやっておりますしですね確率なんかを含めたですね混合戦略というねそういった枠組みのゲームもやっておりますしもっとレベルの高いもの問題までやってるんですけども。 今回は非常に標準的な問題を、えー、玉田先生は出題されたと。だから、まあ、玉田先生はですね、まあ、おそらく前任のですね栗野先生からですねまあ引き継ぎを受けてるんでしょうね。でまあ不動産鑑定試験の受験生そんなに経済学できないよということでまああまりにも平均点低いのをね出しちゃったら採点するの大変ですからまあちょっと優しめの問題ということで、えー、まあうんこういった問題にお伝えされたのかなというふうに思いますね。だから初年度っていうののはね試験員の方本当に 大変ですよね不動産鑑定試験というのは、まあ、やっぱり三大国家資格の一つということでまあ相当できる方が多いのかなということでまあ、うん、初年度なんかはまだ採点してませんからねだから相当あの相当できるだろうなっていう意識でですね相当難しい問題を作っちゃう試験員の方いらっしゃるんですけども、まああのうん、だけど実際ものでを開けてみるとそれほど経済学得意な人多くありませんからですからあの採点するのに困ってしまうというねそういった引き継ぎをですね おそらく栗野先生から受けていたのかなとあるいは国交省の方からやっぱり短期合格をさせるようにっていうねそういったアドバイスそういった要望を、ね、受けていたのかなということで、まあ、受験生の方にとってはそれほどやっ、まあ、厄介ではない問題であったのかなというふうに思いますね。だから普通の同時ゲームですよ 普通の同時ゲームだったら私の合格基礎講座でもやってるんじゃないですか今ちょうどね8月ということであの合格基礎講座が7月でしたかね毎週土曜日やってるんですけどもまだ合格基礎講座がねの途中でありますけども合格 基礎講座でででもうすでにやってる内容ええー、このゲームはね、えー、もう先に言っちゃいますけど「囚人のジレンマ」の構造なんですけど囚人のジレンマになって合格基礎講座でついこの間私ね喋ってきたばっかりですよですからまあ何が言いたいのかっいうと合格基礎講座の範囲内のそういった問題になるわけですよ括弧1に関してはね。ですから括弧1は本当にですね、まあ、これから解説させていただきますけど全問正解をね本当に、えー、目指していただきたかったかなと。でで間違えちちゃっっった方はですねやっぱりちょととと勉強不足というところが が出てくるのかなというふうに思いますねだからね優しい問題が出た時こそですね気をつけなきゃいけませんよだからよくね難しい問題が出たら てんっっっちゃゃう,う方いらっしゃるんですよ、ね、で難しい問題が出てテンパっちゃってですねその後にあのに例えば問題1でね問題1でなんかやたら難しい問題が出たとテンパっちゃったとで問題2で優しい問題だったとでもテンパっちゃってるから普段の実力が発揮できなくて問題2でしくじちゃったとそういった方結構いらっしゃるんですけど逆逆なんですよ逆何が逆なのかっていうと難しい問題が出た時こそですねリラックスすればいいんですよ。 難しい問題が出たらですねはっきり言って不動産鑑定試験の受験生のレベルでは解けないんですよそれぐらい難しい問題というのは出るわけなんですよそうしたら逆に点数差がつかないんですよその難しい問題でねですけどもこういう優しい問題が出ちゃった時は実力差がもうはっきりと出ますよ実力ある方は全部できますから実力ない方は全部できませんので、まあ、従ってですね差が出るんですよねだからこういった標準的なまあ標準以下ですねきき基本的なですね問題が出た時こそですねあの これ間違えられねえなと、ね、いうことでドキドキしてもあの叱るべきなんですけどもあの多くの受験生の方はなんか難しい問題が出てテンパっちゃったということを言,言われるんですけど逆なんですよねこういう問題が出た時あこれちょっとのミスも許されねえんじゃねえかと。合格レベルのの人、<laughs> 例えば、えー、レックのね。 えーまあ、そういった直前期の講座で言うならばファイナル模試っていうのがあるんですけどファイナル模試でもう本当に20位までに入る人10位までに入る人はほとんど合格しちゃいますけども、えー、そのね、えー、ファイナル模試の10位までに入る方だったらねもう今度全部できちゃいますよ。だからこういった標準的なあるいは基本的な問題が出た時こそですねあこれはしっかりと。 問題文読み取ってでですすねね間違えちゃいいいいかんんとううふうに思わななけければいけないんですよ、ね、だから、まあ、そのスタンスですね取り組み方ですね難しい問題が出た時こそですねどうせみんなできないんですよだからそういうふうに思っていただければと思いますねだから今回の問題を油断しちゃいけないと絶対間違えちゃいけないとそういった類の問題になりますねでは、えっと、丸一番ですね 2, 2行目ですかあもし価格が同じならば2つのパン屋はえ町の需要を折半すると。 え従って例えば、えー、両店ともに40ならば町全体の800個の需要を折半し各パン屋では400個,の需要、えー、400個が需要されるとですから、まあ、仮にですね A と B というパン屋がですね40個というですね値段を両方つけたら。 A も40個ですよと B も40個あごめんなさい40個じゃないですね A も40円ですよと1個40円ですよと B も1個40円ですよというふうにあの、えー、まあ値段を設定したならばですね401個40円の時の町全体の需要は800個ですからその800個の需要を分け合うということでそれぞれ400個ずつ需要されるとおそういったお話なんですよね切半するとういうことですねだからこういったところをきっちりとねえ読んでいただければと思いますね。 でまた以降ですねまたどちらか一方のパン屋の価格が低い場合はそちらのパン屋だけで需要されるとしたがって例えばパン屋 A の価格が30パン屋 B の価格が40ならばパン屋 A の需要量は1,000個でパン屋 B の需要量は0となるということですね。だからパン屋 A の方が例えば今回で言うと え30つけたんですよねで、パン屋 B の方が40つけたと低い方の値段を設定した方が需要を総取りできるということねだから 30, 30の価格だったら1000の需要があるわけなんですけど、えー、もう一方が40の価格をつけてるならば30の価格をつけたより安い価格をつけたお店に需要が殺到するということでえー、したがって30の価格の時1 0の需要がありますから1の需要総取りできるというねえー、そういったことになるわけですねいいですかね でさてというふうに書いてますね。さて、価格の組み合わせのそれぞれについて各パン屋の利順を計算し、ナッシュ銀行で各パン屋が設定する価格を求めなさい。得られた会がナッシュ銀行である理由についても説明することということで、えーっと、まずね、利、えー、順の計算ですね、それからナッシュ銀行ですね、まあ、この辺をちょっと見ていくわけなんですけども。えーっとですね、こちらになりますね。えーっと。 まずね、利、えー、順というのは π で表現しますけど収入マイナス費用ということで収入はレベニュー費用はコストですねで収入っていうのは価格×生産量で表現できますよね価格×生産量で収入というのは表現できますよと。で費用というのはこういうふうに今回ね展開してほしいですね費用というのをね。 費費用用を平均費用をかける ×X といいううふうに展開ししてほしいんですねでどうしてかっていうと平均費用っていうのは総費用を生産量で割ったものですね今回1個あたりの費用っていうのが載ってるじゃないですか今回問題文のえー、とっと1のね12344行目後半ねえ、えー、生産販売するために必要な費用は各パン屋ともパン1個あたり10であると1個あたり10のコストだと平均費用が10ってことですよ。 ちゃんとだからその辺を読み取るとということですねだから基本的な概念ねそこをちゃんと押さえてないとそれはダメですよそれはもう合格基礎講座とかその辺でやってあ,まり,ありますんでだからこの辺のね平均費用っていうのが x 分の c だとかそういうのを忘れちゃってるならばやっぱり基本からやり直さないといけないですよねやっぱりね暗記で乗り切れる試験じゃないんですよこんだけ問題文が長いですからだからね前あの次回ね あの外部性をやるんですけども次回のネタばらししてんじゃねえっていうふうに怒られちゃうかもしれませんけどねあのいつだったかな平成の8年かなんかの問題にするんですよ。 平成八年間なんかちょっとごめんなさいねちょっと手元にどっかにあるんですけどで要は何が言いたいのかってと,いうと平成八年ぐらいだったらね結構暗記してることを吐き出せばですね書けちゃうような問題問題だったんですよですから暗記で解けるっていうのがねまあうんひょっとしたら解けるかもねっていうふうに思っちゃうかもしれませんけどこんだけ問題文にごちゃ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 とか、ねえー、逆にね問題文にいろいろ書いてある方がヒントがあるってことなんですけどねまあだからあのいっぱいあの書いてくれてるというようなまあ出題者の方に。 むしろ感謝しなければいけないことになるわけなんですがヒントいっぱいくれてるってことですからね。ですからまあ要は何が言いたいのかっていうとこれだけ逆にねいっぱい書かれればヒントもらえてるわけなんですけど逆に言えば実力差が出るとということなんですよ基本的な概念をちゃんとです、ね、暗記じゃなくて理解してないとです、ね、使いこなせませんからね。 ですからまあこういうね力っていうのがまさに鑑定士として求められるということなんでしょうね、まあ、だから鑑定評価書を作る際に膨大なですねいろんな資料からですね必要な情報をピックアップしてそれを使ってですね数字作っていくわけじゃないですかだから読み取るというね読解力っていうのは必要だと思うんですよ鑑定士にとってねですからまあそういうまあ国交省の意向なんかがあるのかなというふうに思いますねやっぱ暗記してる人をできれば解除したいということだと思いますよ。ね、特に経済学は暗記してる人 尊敬されませんから、ねえー、理解あのちゃんと考えるということをねし、えー、てもらう学問ですからねだから早押しクイズみたいなそういった、ね、ものとは全く経済学がそういったものとは全然違うということでお暗記すればいいっていう問題じゃないんですよね。では戻りますけども あのだから平均費用ですよ平均費用というのはコストをですね生産量で割ったもの x 分の c ですよねでこれ両辺に x かけてくださいよ両辺に x かけて c についてとくと c イコール a c かける x じゃないですかですからコスト総費用というのは平均費用1個あたりの費用に生産量を掛け算したものと。 ね、一個あたりのコストに生産量を掛け算したものが総費用じゃないですか。ですから今回、えー、総費用分かってないですよ。総費用分かってないんですけど、一個あたりのコストが十だっていうふうに分かってますから、この式を使ってですね、総費用を表現してあげるということになりますね。で、x がこれ共通ですから、x でくくっちゃってということで、括弧 p- ac 括弧閉じるかける x というふうになりますね。で、えー、さらにどん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 やっていきますけど、価格が三十のケースということで、価格が三十のケースの時き、利潤がいくらになるかなというのをかん 考えていきますけど価格が30のケースっていうのはマーケット全体の需要というのは1000ですよじゃあこれを踏まえてですね、えー、資金この式をベースに価格30代入していきますよ価格が30だから P のところ30代入し平均費用が10だと1個あたりの費用が10だという風うに問題文で書いてますからこの P-AC のところに30-10を代入しそして X はそのままにしておきましょうそうすると利潤はイコール 20X になりますねでここで仮にね、えー、同じ価格、えー、と Uh um. 一方,がね、一方が価格30を設定しです、ね、一方が価格30を設定しもう一方が40だったら需要1,000をです、ね、全部総取りできるじゃないですか、ね、総取りした時は需要1000になるわけですよ、ねえー、だから価格を30に設定し自分がね相手が40というふうに設定したら自分の方が安いわけですから安い方に需要が殺到する需要全部総取りできるということでその時需要量は1,000ですよね。 すすするるとお2万人になるわけです、ね、一方でですねね一方同じ価格を設定したらね、えー、どちらも価格30を設定しましたよという状況であればあこのマーケット全体の需要を折半するつまり半分で分け合うということで500になるわけですねですから500の時の利順はこういうふうになるということですね。で同じくですねえー、っと価格が40の時ですね どうなのかっていうと、えーまあ、マーケット全体の需要はですね80あごめんなさい800になるわけなんですけども、えー、同じように、えー、やっていきますよ 40−10、えー、とこの括弧なんかをしてですねで価格がですね40でですね相手がですね相手が30の時ですね価格が40で相手がですね30の価格を設定したらですね 相手が40でですね、えー、まあ,あ 需要が800あるわけですから相手が40で自分があ相手が40で自分も40だったらですね相手が40で自分も40だったらですね800の需要のうち半分自分が取れるということですからえ30にこの X のところのに400代入してですね計算すると1万2000になりますねごめんなさいねここの情報はねその次の問題に影響してくるですねここの問題は次の状況問題に影響してくると とこでで需要800を総取りできる場合ってことね次の問題で独占っていうのが出てくるじゃないですか買収しちゃいましたよとで買収しちゃったらですね価格を、えー相手えー、かあえてどっちの価格をしたとしてもマーケットのでですね需要全部総取りできるっていうねだからこれ,これは次のところですねだからこのもし買収しちゃってね買収が成功しちゃえばですねあの価格40を設定しても相手の企業相手のもうライバル企業 企業いませんからねマーケット全部の需要をあの、えー、総取りできるということで独,独占となった場合、ね、相手の企業を買収した場合、えー、40つけたとしてもですね、えー、需要総取りできるんで800になるわけですね800の需要総取りできるということでその時の利、ね、順ということになりますねいいですかね。 まずだからあの、理順をですねしっかりと丁寧にですね計算していただければと思いますね。ですから、だから1個当たりのコストというふうに書いてますよね、パン1個当たりのコスト、これ、平均費用ですから、その辺の概念ね、しっかりと、まあ、確認しておいていただければと思いますね。だからね、あの生産者の理論って、えー、平成時代を通してですね、1回も問われてません。 だから生産者の理論が問われてないということを私が申し上げますとです、ね、生産者の理論出てないのかとじゃあやんなくていいのかというふうに、えー、早とちりされちゃう方がいらっしゃるんですが、ダメなんですよ生産者の理論で平均費用っていうのは1個当たりのコストですよとこういう、ね、コストの話っていうのはしっかりと勉強するんですよ。あの企業ってそもそもも最大化じゃないですすか。か、ね、それをしっかりと勉強するのが生産者の理論っていうのはベースなんですよ。 だから今日のところにも関係してくれますよね。え生産者の利潤最大化の計算式利潤という計算式収入マイナス費用収入とは何か価格×生産量費用とは何かね費用というのは変動費プラス固定費今回固定費がゼロでね考えてるんですけども平均費用1個あたりのコストが与えられてるんですからあ、えー、コストというのは今回平均費用に生産量を掛け算したものだっていうことでありましてねその辺のところというのは生産者の利 でできっちりとと勉強すするところなんですよねだから生産者の理論があきっちりと勉強できなかしてなかったらですねひょっとしたら一番初めのこの利順のところでつまずいてるってことはあり得るんですよねですからやっぱり基本こそほんととても大切ですよ、ね、だから基本ができてない人っていうのはやっぱり困っちゃうということであの応用に進んでもあんまり力出てきませんよあの伸びてきませんよですから基本こそとても大切にしていただければなとだから生産者の理論は出ないと確かに出ませんよ 出ないからじゃあやらなくていいのか、違うんですよ。やらなきゃいけないんですよ。ね。消費者と生産者の、その動きがですね、マーケット全体の動きにつながってくるんですよ。ね、ミクロ経済学って、微視的に、かく、あの、積み上げていく。ね、だから消費者の議論。 生産者の生きるこれが土台になってるわけですね。で土台がダメだったら崩れちゃいますよね。えー、だからその根っこの部分というのはガチっとしとかないとダメですよ。根っこの部分が小さいとですね折れちゃいますよ。いくら勉強してでもね、なる時間が無駄になってしまう可能性があるということで、だから汗かけばいいってもんじゃないんですよね。汗の書き方ベースをきっちりとあのあのくつぐ作っていこうというそういったアプローチをですね、まあしっかりして、えー、いかないとですね、えー、かけた勉強時間が無駄になってしまうということがあります。 んでね、まあ、基本こそえ大切にしていただきたいなというふうに私は思考えております。では、えっと、利得誘法ですね、えー、それをベースにですね作っていくとこんな感じになるんですよね、えー、まあパン屋 A、パンや B で、えー、それぞれですね戦略は2つあるということですね。 で今利得利潤をです、ね、計算しましたけど3030 30だったら1万1万になるんですね利得がねで4030だったら40の方は高いから利得ゼロになっちゃうんですよ販売量ゼロですから30の方がマーケットの需要総取りできるんでその時の、ね、利得利潤が2万ですよねで、まあ、同じように考えていただいて利得表を作るということですねでねゲームの会ナッシュ金庫をね明らかにしていきますけどまず A の立場からいきましょう2つの戦略がありますよと相手の戦略 戦略を所有として相手の戦略が30であるというふうに考えたならば A はどっち取りましょうかということなんですけど相手が30できたらですね A も30だったら1万 A が40だったら01万と0だったら1万の方がいいしたがって相手が30だったら A は30という戦略を選びますよということで1万二0 0 0を引っ張っておきましょう同じように B が40であれば相手が40であれば A は30だったら2万40だったら1万20002万の方がいいということで2万にチェックしておいて 相手が40だったら A は30選びますよとということですねであればですね A はですね相手が30であろうが40であろうが30を選ぶんですよ。相手がどっちであろうがどっちの戦略を選ぼうが A は30選ぶんですね。このように相手がどっちを選んでもですね自分はこっちだという戦略があればその戦略を支配戦略というんですね。ですから今回 A はですね支配戦略が A の支配戦略がですね30であるということですね。だから。 あの支配戦略っていうのはね今回問われてませんよ今回問われてませんけど支配戦略あるんですよで、ゲーム理論において支配戦略っていうのはとても大切な概念なんですねですから支配戦略がもしあるならば A にとって30という戦略はですね支配戦略だよっていうのをね示した方がいいですよ圧倒的ねしかも今回のような基本的な問題の場合はですねやっぱり支配戦略とかあの合格者の方であれば書いてきますからね。全然難しいことじゃないんです 支配戦略を示すということは、もう合格基礎講座でもやっちゃってますから、その時も私も言ってますよ。支配戦略が出てきたら問われてなかったとしても、えー、示してくださいねと。と家庭になりますからと、ということ言っておりますんで、だからもう本当に合格基礎講座のレベルですよ。このレベルはね。 だから近年の不動産鑑定試験では非常に標準的なだから玉田先生はおそらく栗野先生からのそういった引き継ぎを外受けてるのかなというふうに私はね、えー、だからいい問題だったとは思いますよ私としてはねやっぱりね経済学の問題が難しすぎるとですねやっぱりやってた人でやってない人で差があのやってた人の点数が低くなっちゃうんで差がつかないんですよそれってかわいそうじゃないですか。だからまあこういった問題は非常に やってない人は解けませんよ。だって、意味わかんないでしょうから、やってないんだったら。でも、やってる人は解けますよ。ですから、こういった問題がいいのかなというふうに思いますけどね。でですね、同じようにいきますよ。ああ、b. b. の立場ですけどね。相手が三十できたら、b. が三十だったら、一万。 B が40だったら01万と0だったら1万の方がいい1万に下線引っといて相手が30の時 B は30選びますと相手が40だったら B は30でいったら2万40でいったら1万2,0002万の方がいいから2万にチェックしといて相手が40だったら B は30を選びますということですね。でやっぱり B にとっても30という価格が支配戦力に該当するなぜならば相手がどっちで来たとしても B は30選ぶんですからどっちで相手が来ようが相手,の相手がどっちの戦略を選ぼうが俺は30 という戦略を選ぶということですから、この30はですね、まさに支配戦略に該当するということですねで、ナッシュ銀行というのは相手の戦略に対してお互いが最適な戦略を取り合っているというまあそういった状況ですねでまさにここの状況ね A にとって最適戦略はこの30 B にとっても最適な戦略は30ですから最適な戦略を取り合っているです、ね、ボックス状況というのはここのね、30、30になるんですねだからここしかないということでナッシュ銀行は、えー、相手、えー、お互いの価格が30の時ということなんです なりますねでねあのね必ず、まあ、必ず必ずですねナッシュ金庫を確認したらですねそのナッシュ金庫が。 そのナッシュ均衡がですねパパレレーートト最適ななののかかあるいいはパレート改善的なのかを確認して欲してんです、ね、で今回聞かれてませんよ今回聞かれてませんけどこのナッシュ均衡がパレート最適なのかなあるいはパレート改善的なのかなまた改善できる余地があるのかなそれを確認していただきたいんですねで今回はですねパレート最適ではないパレート改善的状況をより良くできちゃうというそういったあですねゲームなんですねでちょっと見ていきますとこうですよ ねえー、相手が30で来た時にごめんなさいこれねここのボックスというのはですねでここのボックスというのは右下にのボックスに移動できればですねで右下のボックスに移動できればつまり、えー、お互いが価格40を設定し合えばですね利得どうなるのかというと。 A は1万から1万2,000に利得が増えるんですよ。B も万万から1万に利得が増えるんですよ。つまり相手の,、えー、じあのどっちかの利得を下げることなくですねどっちかの利得を下げることなく状況改善でできるんです。どっちの利得も改善できちゃうんです。だからこの状況というのはですね、えー、利得をまだ改善できるような状況つまりパレート改善的だったんです。でこのナッシュ金庫というのはなんだ状況改善できるじゃんっていう状況だったんですね。でここがパレート最適なんですよ。 ここはパレートここよりも状況がね、えー、どっちかの利得を下げることなく状況が改善するボックスというのはここだけですからここがあのパレート最適にまさになるということですねですからナッシュ金庫とパレート最適がですね今回ずれちゃってるんですねそういったゲームをですね囚人のジレンマというふうに言うんですねナッシュ金庫とパレート最適がずれちゃってるナッシュ金庫っていうのはですねお互いが利己的な行動をとった結果ですねね,ねえー、至ったですね均衡点なんですよ ね、お互いが利己的な行動をとった結果、えー、至った均衡点最適な戦略を取り合ってる均衡点になるわけなんですけどそこっていうのはですね、えー、実はパレート最適にはなってなかったってことはですねどういうふうに解釈すればいいのかっていうとお互いが利己的な行動に出た結果ですね状況はかえってです、ね、悪化してしまう,う。 そういった現象が起こってるっていいるとうに他ならならそういった現象をですね囚人のジレマというふうに言いますからまさに今回のゲーム囚人のジレマに該当したとということなんですね。ですからこのゲーム囚人のジレマじゃねえかということをですね、まあ、指摘するともっと良かったのかなということなんですけどもまあここまで言えなくても良かったかなというふうに思いますね、まあ、言ってほしいですよ、ね。私が受験生であれば囚人のジレマでいまで書いちゃいますね。 だっっててのま構造なすからだから前回ね栗野、まあ、先生が昨年ですね2020えー、出題されたゲームっていうのは非常に難しい問題だったと、えー、セカンドプライスオークションと言いましてですね非常に難しい問題だったわけなんですけどもあの今回はあの、えー、まさにね 本当に標準的な囚人のジレマゲーム理論の最も代表的な、えー、ゲーム理論を勉強した人だったら誰でも知っているそういったゲームがですねまさに囚人のジレンマなんですけどまさにこのね処方中の処方、えー、以前藤原先生というのがね試験の時にやっぱり囚人のジレンマを出されたんですけども、えーまえー、今回もですね囚人のジレンマが出されたとあの。この不動産鑑定試験ね経済学の次第まあ私全て見ておりますけどもゲーム理論が問われたのは3回なんです 1>, えー、1回目に、ね、初めて出題したのが藤,野、えー、藤原先生という方、えー、それから、まあ、前任の栗野先生昨年出しましたよで今年ゲーム理論ね田田先生が出したと2年連続出ておりますよで直近で、えー、いっぱい出てますね、えー、私が試験、えー、私がこのレックのね講師になったのは2007年なんですけど、えー、その時はまだゲーム理論が1回も出てなかったですねで私はねゲーム理論というのは非常に重要なツールになってるっていうのをもう知ってましたから大学院でやってましたからねだからなんでゲーム理論出て なないのかなって本当不思議でしょうがなかったんでしょうだから私が講義講師になって1年目からねゲーム理論が出る出るっていうふうに言ってたんですけど一個に出なくてですね2 0 1 5 1年まで待たされましたかねでようやくねお前嘘つきじゃねえなっていうふうに思われたんですけど毎年言ってたんですよ「ゲーム理論出ますよ」と「出ますよ」っつって一個に出なかったんで「お前嘘つきじゃねえか」っていうふうに思われてたんですけどようやく出てしかも最近出まくってるということですね毎年出てもおかしくないですゲーム理論はだから私は的中道連もやってたし総ざ,総ざらいでも45台扱ってますよ なんで出したのかやっぱりさっき申し上げました玉田先生は産業組織論が5000万だからね、産業組織論は伏線市場ですよ伏線市場の構造っていうのはまさにゲームですよね。だからゲーム理論が危ないんですよね当たり前なんですゲーム理論が危ないっていうのはねだから受験生の方はね、そこまで分析する必要ないですよね。だってそこまでやってたら終わりませんよ 不動産関連試験の勉強時間は大体2500時間というふうに言われておりますけどもちろん個人差あります2000時間の方もいらっしゃいます2000時間下回る方もいらっしゃいますもちろん様々なんですけども、まあ、2500時間ぐらいというふうに言われておりましてねで2500時間って多いのか少ないのかって言ったら少ないんですよ無駄なことできませんよ試験員の研究とか試験員の著書とか読んでる場合じゃありませんでそんなことしてたらもう本当に何千時間2500じゃ収まりません5000とかね6000とかかかっちゃいますよやっぱり短期合格して実務に早く入ってそして実務経験を ね、それが必要なことだと思いますんであん,あんまり余計なことしないというスタンスでですねだからね今プラスアルファトーレオンを9月とか10月とか。 まだそれぐらいの時期に聞いてる方はですねまだ時間がありそうだなということでなんか試験員の本とかね読まれる方もひょっとしたら出てくるかもしれませんけどもうそれはちょっともったいないですよ時間はあしかもあのやっぱり相当難しいですからね試験員の書かれた本というのはやっぱりその大学3年生以上のレベルなんですかねでやっぱりちょっとね、えー、大学院目指そうみたいなそういった人が結構読むような本だったりするとちょっとそれは不動産鑑定試験のレベルを超えちゃったりあるいはその手の問題が出ても不動産 の受験生はできませんからだからあの、まあ、その辺は割り切ってですねそうじゃないともう本当に1万時間とか5000時間とか8000時間とかかかっちゃいますよそこまでして勉強しなければいけないっていうわけではありませんからやっぱりあのその辺はねやっぱり戦略しっかりと練っていただいてですねあのやっていただきたいなと思いますね。では えっと、あそれ問題ちょっと読みがないとですね。で、丸2番ですね、買収しちゃったんですよね。パン屋 A が、あパン屋 B を買収しちゃったと。で、買収成功した場合あの、どうなりますかってことなんですけど、こんな感じになりますよね。買収しますと、2社だったのが1社になるということで、独占ですよね。で、買収したらですね、需要総取りできますよね。1社しかいませんから、需要総取りできると。だから価格30円だったら、先ほど勉強しましたけど、需要総取りできるということで、はい えー、価格30の時の、えー、需要は1000ですから需要総取りできるんで2万ですよねで一方で価格40の時、えー、需要総取りしたらですね需要はトータルの需要は800ですから2万4000なんですよ、ね、2万4000ということになりますねですから要は何が言いたいのかというと30だったら、えー、独占企業はですね利潤が2万 あ一方で価格40だったら独占企業の利潤は2万4000円2万より2万4000円の方が高いですからだから2万4000円の利潤をゲットできる価格40を設定しますということになりますね企業はボランティアでやってるわけじゃありません利潤最大化です利潤が大きくなる選択肢を選びますですから利潤が大きくなる選択肢2万4000円の利潤になる選択肢つまり価格40を設定するということになりますねそうしますと先ほどのナッシュ銀行の時の利潤1万2000よりも2万4000円になれば利潤がに 万円増えちゃってるということになりますね。ここの状況を示せばよかったとということで,す、ね、で、すね独占っていうのは、イメージでいうと、価格を釣り上げて、ですね自分たちの儲けを増やしていくという構造ですね。で、独占っていうのは、自分たち、企業にとってはいいですけども、社会全体の構成は落とすということなんですが、自分たちの、ね、取り分は増えてるっていうのが独占ですから、まさに増えてますよね。だから、まあ、まさに独占市場の構造をですね、えーまあ、になってるなというところも、 捉えていただくといいかなと思いますね。でそれからですね、えー、とこの2ですねある個人 C が土地を所有していると土地の価値は周辺開発が実現するかどうかによって変わる3分の2の確率で開発は実現し土地価格は3600万円となると。 3分の1の確率で開発は実現せず土地価格は900万円となるということでありましてまさに、えー、この確率でこうなるこの確率でこうなるという不確実性というね、えー、状況を、えー、今回は設定しているということになりますね。 でその時、丸一番ですね、土地価格、貨幣で評価した時の土地の価値をダブルとした時、個人 C の紅用は U イコルルートダブルで与えられ、個人 C は期待紅用、紅用の期待値をできるだけ大きくしたいと考えていると。さて、開発が実現するかどうかが分かる前に、個人 C は金額 M の貨幣で土地を売却できるとしよう、個人 C が売却しても良いと考える M についての条件を求めなさいということでありまして、<laughs> まあ、状況をちょっとまとめていきましょうね。 えっとですね、こんな感じになるのかなというふうに思いますけど、えーまあ、あ3分の2の確率で C3 が3600になりますよと3分の1の確率で900になりますよということですねで3600の時の紅用和と、ね、3600の C3 の時の紅用和というと紅用関数が U イコールルートダブルと詳,詳,詳しい話はですねこの、えー、プラスアルファトレンでは不確,実不確実性についてはあそれほど説明できませんからこれもうたかがだから50分の講座ですからねできますか のであの詳しい話は総ざらいという私の講座でやりますんで、えー、根本から勉強したい方はそこでね、えー、聞いていただければと思いますけど今回 u イコールルートダブルということで縦軸に u そして縦横軸にダブルを取るならばこのような形にえ描かれますね u イコールルートダブルというのは。ね、でえー、っとーですね えー、3600の時の紅葉はあこの紅葉関数のダブルのところに3600を代入しルート60の2乗ということで60になりますよね。でこの辺のルートの計算もちょっと分かりませんという方は私の総ざらいの講座でねやりますんで、まあ、今ちょっとあのルートの計算まで、えー、掘り下げるということは時間の関係上できませんのであの計算をパッパッちょっとやってしまいましたけど、えー、後発講座でですねやらせていただくということであります。 同じくですね900の時の資産だったら公用関数のところに900代入しですねそして計算すると30になりますよということでありますね。で、えー、っと期待所得ですね今回期待所得というのを求めなければいけないんですけども期待所得はですねどういうふうに求めるんですかというと、えー、3600のこの、えーえーえー、期待資産っていうんですかね予想される資産ですねこういう状況における予想される資産これを期待資産というふうに言いますけども3600に対応する確率そして900に に対応する確率、それぞれ確定し足すんですね。そうすると期待される予算あごめんなさい。期待される資産の額が出てくるということですね。まあ、これも詳しいことはね。総ざらいでやりますけども。 えー、だからまあ少々レベル高いんですよ少々だから合格基礎講座で不確実性はやってません、えー、そういった意味では少々レベルが高いんですけども、まあ、総ざらいでやってるということですからね総ざらいというのは私の中でやっぱり基本中まあ基本中の基本とまでは言えないんですけど鑑定試験のレベルで考えるとやっぱりあの必要な。 あそういったね、えー、内容ともう今もうたまらずしかもね玉田先生のようなご専門の方はですねだから私はもうあの公開模擬試験でもやってましたからあのこの辺のところねちょっとあ根本的なところちょっと今分かりませんという方は、ね、根本的なところからやりたいという方は総ざらいの該当、えー、箇所をねちょっと見ていただくということになろうかと思いますね。えー、で、えー、っとそれで計算していきますとおこう2,700ということでありましてね。 だから、えーとここですね、900と3600の間に2700これ期待資産ですね予想される資産と。でこういった不確実性がある時の効用はどうなるのかっていうとね えー、この3600の紅葉が60ですね900の時の紅葉が30ですねこの紅葉をですねそれぞれの確率に対応させて掛け算してですねそして足すんですねでそれで「期待紅葉」というのが出てくるわけなんですけど今回50ですねですからあリスクがある時の紅葉期待紅葉はですねこの2700に対応させてですね紅葉を取られるわけなんですけどこれねやり方なんですけど900に対応する紅葉と1600に対応する紅葉をとって1000引くんですよ。ね、でこの1000めがけてですね 2700の期待所得の時の期待資産ですが、期待資産の時の高揚取られるにはこの100名がけでですね、このね戦場、えー、でこの2700を対応させるんですね。その高さに該当してるのがこういったチューブラリーの時のこういったリスクがある時の高用であって今回50になるということですね。 ですからまあ今回50とこれ計算の仕方ですねまあしっかりと、えー、していただければあの確認していただければと思いますねあの合格レベルの方はもうこの辺すべてできておりますあの私あの、えー、本試験を切るというところで、えー、受験生の方に確認させていただいておりますけどもあるいはあの電話とかねそういったチューターとかいろいろあるんですけどもそういったところ確認させていただいておりますけど実力ある方はまあほぼすべてねこの辺のところはできてたかなというふうに思いますねで。 えー、2700に対応した50ですよねで今回ですね2700に対応した2700確実にもらえる時の功用っていうのは30ルート3なんですよもし2700という資産が確実にゲットできるならば功用関数のダブルのところに2700代入すると30ルート3になるんですね30ルート3になるとで30ルート3というのはですねこの50より大きいんですよでどうして50より大きいのかというとこうですね ルートといいうううのはですすねねこういうふうになります、ねえー、紅葉が50と303これ比較するとですね50の方が小さいんですねどうしてかというとこれだけだったらルート3というね、えー、数字がよく分からないんだったらちょっと分からないですよね。こういう場合はね両方ね二乗してみるんですよ。で両方二乗してみると2,700になりましてこっちの方がね。ですから、えー、両方二乗,二乗してみたらこっちの方がでかかったからじゃあこっちの方が大きいじゃねえかということで、えー、2,700に対応した紅葉30ルートはですね50より大きかったと。 とということで、まあ、まさにね,あのこのですねあの、こういった紅葉関数にをしっかりと取られるような図式が完成すると,ということですね。で、えっと、さらにですね、確実性等価というのが、まあ、今回、ですね、あの直接は書かなくてもいいんですけど、後で買い取れちょっと、ね、見ていただきたいんですけども。 確実性等価をですね計算しますと確実性等価というのは何かっていうとこのリスクのある時の効用を、ねえー、が50なんですででこの,あのリスクをもし手放せるんだとしたらいくらもら,もらえれば自分は満足なんですかとその金額をですね確実性等価というんですねリスクのある時の効用が50なんですよね。ね 五、えー、分の何でしたっけ分の、えー、?3 分の1の確率で9003分の2の確率で3,600このリスクがあるなという時の効用が50なんですよ。でリスクがでこの50を実現できるリスクが全くない時の所得をですね確実性投下っていうんですね。 ね、リスクのある時の効用を実現できる、ね、リスクをなくした時のですね、えー、その資産の金額を確実性とかってですねだからこの50を実現するために、ね、リスクを取り除いてくれるんだったら最低で、ねさえー、どれぐらいもらえれば満足なのかとそういった金額がですね確実性とかっていうんですけどこれが2500じゃあどういうふうに計算するんですかっていうと、えー、こうですね。 えー、u イコールルートダブ w ということで、えー、この50を確実に実現できる資産の額ということですから U のところに50代入して W について解けばいいということで両辺二、ね、乗してあげて2,500というふうになるわけですよね。 で,これが確実性でしょで、えっと、さらにですね、えー、確実性等価で,、えー、でこのお期待所得とですねこのね期待,、まあ、期待資産ですかあのこの2700ねリスクがある時の予想される資産2700と確実性等価の差額がリスクプレミアムというふうに言いましてこの200になるわけですねですかねで、まあ、こういった概念ね確実性等価とかリスクプレミアムですねこれは直接問われませんけどこれを示すと 説明しやすかったかなということですね。だから今回問われてる丸1で問われてる M っていうのがあですね何かなっていうと、えー、えー。 で確実性投下がそのね期待所得よりも下回ってるということなんですけどなんでですかっていうと、まあ、リスク回避者なんですよこのですね、えー、経済主体はね。でリスク回避者であればリスクを取り除いてくれるんだったら期待,期待資産よりも自分のね得られる資産が減ってもいいですよと。リスク嫌いだからリスク取り除いてくれるんだったら。ね 2,700というのはリスクのある時の予想される資産なんですよ。でなんでこの方はですね2,500でも満足なんですかリスク嫌いなんですよ。リスク嫌いだからリスクを取り除いてくれるんだったら2,500になっても減ってもいいですよ。だから2,500の方が小さいんです。なんで2,500の方が2,700より小さいんですかこの人リスク嫌いなんですよ。こういう雇用関数を取る、えー、人はリスク返しちゃってるんですね。あるいは リスクのある時の紅用50をリスクのない時の紅葉30ルート3が上回った時リスクのない時の紅用がリスクのある時の紅用を上回る経済主体をリスク会社と言います、ね。あるいはこういう紅用感想を持つ、えーえー、人はリスク会社って言うんですけどリスク嫌いなんですよだから2,700の期待される資産これよりも、ね、リスクがないんだったらもっと小さくてもいいよと。ね えー、だから200払ってもいいんです200減ってもいいんです200最大で減っても満足できるんですリスクがないんだってだから2700じゃなくてもいいんです 最低、えー、ど2500まで下がったとしてもこの人はリスク取り除いてくれるんんだったら満足なんですこれより下がったらねこれまず下がったらちょっと下がりすぎということで嫌だっていうふうになっちゃうんですけども、ね、2700でリスクがあるような状況だったら、ね、もっと減っても、ね、もっと減ってもリスク回避したい人ですからもっと減ってもですね満足ですよと2500までだったら減ってもいいと。 これ以上減っちゃうとまあちょっと減りすぎだなっていうことで嫌だっていうふうになっちゃいますけどリスク回避者ですからリスクを減らしてくれるんだったら金額減ってもいいよと最大で200減ってもいいよと最,最低で2500になっちゃってもまあいいよとこれより減っちゃうんだったらリスクちょっと取り除いてくれたとしても減りすぎということで嫌だっていうふうになっちゃいますけどもそれは程度問題ですからねこの消費者は、うん、この個人は2500までだったら、えー、下がってもいいと。 200手放してもいいいいととリスクが嫌いだからということですねなんで2700より2500というねその不確実性とかが小さいんですかって言うとリスク嫌いなんですよリスク回避者だからだからリスク取り除いてくれるんだったら期待資産を下回っても予想される資産を下回っても満足ということなんですねリスク嫌いだからリスク取り除きたいんですよねだからリスク中立者とね。 それからリスク愛好者っていうのがいるんですよ今回ねそこまで問われてませんけどリスク愛好者だったら逆ですよリスク取り除かれると大切な楽しみが取られちゃうということですからプレミアムよこせよっていうふうになるわけですよね。だからリスク愛好者っていうのはリスク好きなんですよ ワクワク感をも得られるリスクっていうのは好きなんですねだからリスクがない状況の方が嫌いなんですよだからそういった小あの個人はですね逆にですねリスク取り除かれたら俺の楽しみなリスクがなくなっちゃうからリスク取り除くんだったらお前ちょっともう少しこさないと俺は納得しないでしょというふうになるわけですね、えー、一方でリスク中立しちゃってるのはどっちでもいいです リスクがある状況だったらなんかワクワクするしリスクがない状況だったらまあ安定するから、まあ、どっちも別に自分はどっちでもいいかなっていうですね、そういった個人がいればそれはリスク中リーサーですよ。スクプレミアムがゼロですよ。でリスクプレミアムがゼロだったら確実性等価もですね、期待資産とですね、一致するということになりますけどね。<laughs> いいですかね、えー、まあ、こんな感じでですね、えー、捉えていただくといいかなというふうに思いますけれども、あの分野別過去問解析のですね問題1ということでありまして、えー、以上と、とりあえずね、えー、前半は以上とさせていただきます、えー。この後ですね、ちょっと休憩とっていただきましてですね、まあ、演習ということになろうかと思います、えー。それでは演習の方ですね、皆さん頑張ってください。